中日の打撃コーチを退任した和田和弘氏52が元楽天監督の大久保博士元氏57の YouTube デーブ大久保チャンネルに出演ドジャース大谷翔平投手30の打球が飛距離の出る理由を指摘した和田氏は自身の最高到達地点よりさらに50メートル先まで飛ばすのが大谷のバッティングと解説した 私はボールが飛ぶ要因には主に、1、ヘッドスピード、2、バットの入射角、3、柔らかさとしなりなどがあるとしたが、大谷の打球が尋常ではない飛距離を出す、一番の理由は体を回すスピードと指摘した。体幹がエンジンで、大谷の場合は 5000cc、6000cc クラスのパワーを持っている。 エンジンが大きいから体の回転スピードも速い。それに振られてくるバットも遠心力が増して速くなるという。私はそのスピードが今までの人よりも相当優れている。だから振り遅れても飛ばす力があると説明した。